向こうのもね。大変お待たせいたしました。皆様お帰りなさいませ。それでは標高2156メートル、終点西穂高口駅を後にいたしまして、再び鍋平高原へと下ってまいります。約7分間のご乗車でございます。鉄塔を通過する際、ゴンドラが揺れますのでご注意くださいませ。なか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 すぐそこで終わりやればな歩きに変わるいろんなのがある。ここは一番いるかもしれない。再三のお点灯通過いたします。揺れますのでご注意くださいませ。どこのためこの辺りでは進行方向左下に手前から長く曲がりくねって流れております川が蒲田川と申します。この蒲田川、後に G2 川となり、遠く日本海富山湾へと注いでおります。この蒲田川沿いに温泉宿が点在いたしておりますが、この辺りが新穂高温泉でございます。またこの辺りにございます樹木でクリスマスツリーのような形をした木がございますが、主に大白びそ、またの名を青森トドマツと申します。また白樺によく似た幹の白っぽい木が竹看板でございます。なんか全然雪降ってきた。第2号テントを通過いたします。まもなく進行方向右手前方よりゴンドラとのすれ違いでございます。本日皆様方にお越しいただきました、ここ岐阜県高山市奥飛騨温泉郷には、新穂高温泉をはじめ栃尾温泉、新平湯温泉、福寿温泉、そして平湯温泉と5つの温泉地があり、大小合わせまして約170箇所ほどの露天風呂がございます。これほど多くの露天風呂が集まっているのは、日本でもこの奥飛騨温泉郷だけではないかと言われております。あるよ、すごい。まためったに姿を見せてはくれませんが、この辺りに生息しております主な動物はウサギやキツネ、テン、オコジョ、タヌキ、そしてニホンカモシカやスキノワグマなどでございます。デビーやろうな、第1号テントを通過いたします。ここでこの辺りの施設のご案内をいたします。
まもなく到着でございます。白樺平駅1階、高原の画廊、北の風ではただいま清水一行山岳画展を開催いたしており、こちら入館は無料となっております。白樺平駅正面ビジターセンター山岳館では、100インチ画面による山岳映像の放映やハーブティーコーナー、あけび亭、天然温泉、露天風呂、神宝の湯などがございます。白樺平駅2階フロアにはアルプスのパン屋さんやレストランアルプスがございます。アルプスのパン屋さんでは当店で焼き上げたパンや高原牛乳、各種飲み物などございます。どうぞお立ち寄りくださいませ。まもなく標高1308メートル白樺平駅に到着でございます。第一ロープウェイをご利用のお客様は次の鍋平高原駅にてお乗り換えでございます。第一ロープウェイ定期発車時刻は毎時0分と30分、毎時0分と30分の発車となっており、次の第一ロープウェイ下り定期便は12時ちょうどの発車でございます。第一ロープウェイをご利用のお客様はこの駅を外に出られまして右手側へとお進みくださいませ。なお44名様定員となっておりますが、乗り切らない場合は5分後に臨時便を発車いたします。本日は新穂高ロープウェイをご利用いただき誠にありがとうございました。お帰りのお客様はどなた様もくれぐれもお気をつけてお帰りくださいませ。ゴンドラ内お忘れ物などございませんようご注意くださいませ。